おはようございます。リコー TV です。今活の大人気ペンシルベイトスラムドッグモンスターになんとですね、キャスティングでしか買えない限定モデルが登場していたっていうことで、早速ね、こちらのルアーね、見ていきたいと思います。キャスティングを除いたらですね、これ SW180 っていう風に書いてあるんですけども、スラムドッグのこの大きなサイズですね。従来のスラムドッグっていうのがだいたい14センチ前後とかね、それぐらいだったと思いますので、だいぶねサイズが大きくなって登場っていうことで、で買える釣り具屋さんが限られているっていうね、かなりね限定品なアイテムなので、まあでもキャスティングで行けばね、まだいっぱい並んでますので買えますので、ただもう間もなくいよいよねこの白シーズン到来ということで、このぐらいのサイズ感のね、ルアー待っていた人多いんじゃないかなっていうことで、気になる人はまあ、キャスティングオンラインとかでもね、買えるはずなので、自分はね、店頭で買ってきたんですけども、色もね、結構いろいろな魅力的なカラーが並んでいたので、選びながら買ってっていう感じですね。で、まずパッケージはね、こんな感じですね。カラーがね、マットチャートっていうカラーで、で、重さがですね、スラムドッグモンスターの180になると、82グラムっていう風に書いてありますね。だからおよそまあ、150グラムまでとか、100グラムまで背負えるよなんていうね、釣り竿で使いやすいんじゃないかなって思うんですけども、だいぶね、この、シーバスのこの白パターンに寄せてきたルアーなんじゃないかなっていうことで、ブラックバスっていうよりも、まあ、SW って入ってますからね、海のちょっと大型のこの白であるとか、ボラであるとか、そういったベイトフィッシュをね、食べているシーバスを狙うためなんかにね、効くんじゃないかなって、ね、こういうルアーになっております。はい、出してみるとこんな感じ、ねー。フックがこう3つ搭載されていて、で、まあカラーはね、もうこの、なんていうか、まあドチャートみたいな感じのカラーですけども、で、背中にこう、スラムドッグモンスターの SW180 っていう風にね、書いてあります。で、針がね、これね、BKK の針ですね。すごい刺さりの良さそうな、ね、こんな感じの針が、3つ搭載されていてっていうことで、いやー、この180っていうサイズね、この白パターンで使うビッグペンシルっていうと、20センチを超えるルアーがね、結構多いんですけども、それでね、果敢にいっぱいね、アタックしてくる楽しいなっていう釣りではあるんですが、近年やっぱりこの手の釣りが流行ってですね、なかなかその20センチを超えるルアーね、230ミリとかそういうルアーでね、バイトが出づらくなってきた。なんて感じる瞬間もあるんですよね。そういうタイミングでこのガゼン活躍するのがですね、180サイズなんじゃないかなっていうことで、まあこれが180サイズであるんですけども、これの大元となったルアーというのが、はい、こちらですね。これはね、エバーグリーンのアマゾンペンシルっていうことで、今井プロがですね、アマゾンに調光に行く際に、アマゾン川の巨大な魚とかをね、騙し切るために、作られたルアーで、こんな感じの、まあ、ペンシルベイト3つフックがついていて、でね、非常に、こう、いい音がするのが特徴で、これをドッグウォークさせると、カチョン、カチョン、カチョン。こんな感じでね、すごいね、独特な音が出てっていうね、そんなルアーなんですけども、で、これね、しばらくの間、なんていうか、不遇の名作というかですね、で、日本ではこう、ブラックバス用に発売されていたんですけども、当時としてはね、このメガバスのジャイアントドッグ X なんかも超えるね、非常に大きなサイズのペンシルベイトで、なかなかね、まあ、ワゴンセールの常連というかですね、結構、まあ、売れ残っちゃったりしてたんですよね。で、時が流れて、このルアーを、鈴木釣り、シーバス釣りで使ったらめちゃくちゃ効くぞっていうね、こういったことが流行り出したんですね。
で自分はねその流行り出すちょっと前ぐらいにたまたまあの知り合いでよく一緒にねシーバスに行く先輩がめちゃくちゃこのルアーでねシーバスね釣っていて、まあボートの釣りなんですけども、自分は当時はオリジナルザラスプークのでっかいやつ、マグナムザラスプークとかね、スーパーマグナムザラスプークとかね、そういったルアー使ってねシーバス釣り楽しんでいたんですけども、そういう巨大なルアーで釣れない時にアマペン釣れるよなんて言ってね、もう横で70センチとかね80センチとかねこのルアーでボコボコに釣るんですよね。そんなにアマゾンペンシルってシーバスに効くんだと思ってね、結構ねまだ中古釣り具屋さんにね結構置いてあったりして、で見つけるとね安かったんで買い漁っていたんですよね。その後多分オヌマンさんがこうメディアとかでアマゾンペンシルやべえぞっていう感じでね公開して、そこから一気にもうね人気が爆発してですね、なかなか買えないルアーになっちゃって、もう中古釣り具屋さんなんかではね、なかなかその昔のこのバス用に出ていたカラーなんかもね一気にねなくなっちゃって買えなくなっちゃったんですけども、今はねそのシーバスに特化したカラーがね1年に1回ぐらいねエバーグリーンから出ておりますので、気になる人はですねアマゾンペンシルね、シーバスバージョンもいっぱいありますんでっていうね、そういう状況ですよね今で、この状況で当時このエバーグリーンで今勝プロがですねアマゾンペンシルを完成させたわけなんですが、その後今江プロは自分の今勝というメーカーを立ち上げてですね、そこでアマゾンペンシルを復活できないかなってね、それで出たのがスラムドッグモンスターなんですね。でまあ、このアマゾンペンシルより若干小さいサイズでね登場したんですね。ブラックバスに寄せた仕様だったのかな。で、シーバスで使うのがね好きだった自分としては、まあ、出た当時買ってそれは結構シーバスもねいっぱい釣れたんですけども、もうちょっと大きいサイズ欲しいよなっていうね、スラムドッグそうか小さい方に振っちゃったかなんて思ってね、まあなんというかがっかりしたというかね、大きいサイズ見たかったなーと思っていたんですけども、そこでねこのキャスティングから限定で大きなサイズの今江プロが監修しているですねスラムドッグシリーズからこのねモンスター180ってのが登場したんですね。これは2023年のこの白パターンね、まあなんかもうペンシルベイト戦国時代といった感じになっておりますけど、これはすごいねダークホースになるんじゃないかななんていう風にね、期待しております。このアマゾンペンシルから受け継がれたスラムドッグにね来てもこのいやかましい内部構造は変わらずで、これがね結構遠目にいる魚に効くときは効くんですよね。サイレントなねルアーがいいときはあるんですけども、海でね非常に広大な中からね魚にねこれだって選んでもらう必要があるので、結構この音でねバイトに至る場合もあるんじゃないかなっていうところと、あと遠目に投げたときとかにもですねこうルアーがちゃんとアクションしているかななんていうのの目印にもなるので、非常にこのね音がやっかましくねなるのはね使いやすいね、そんな音がついていて、あでついでにねいっぱい引っ張り出してきたんで、まあ最近だとこれがさっき言ってたアマゾンペンシルのシーバスカラーみたいな感じですね。スラムドッグもね真っ黒とかねいろいろ持ってるんですけども、ちょっとね今家の中で紛失してまして、シーズンまでに掘り起こさなきゃなっていう感じなんですけども、ここら辺はね一軍ボックスに入っているね最近のアマゾンペンシルですね。昔のはねこういうねピーコックカラーみたいなのがあって、こう最近のアマゾンペンシルはこういう感じで、シーバスで使ったら楽しいようなね、ちょっとオールドテイストなこういうカラーとかね、あとね、フルメタルってカラーとか友達がめちゃくちゃ、大きな魚いっぱい釣ってるかな。そんな感じでシーバスカラーなラインナップがいろいろ登場していてっていう中で、180の、ライバルになるんじゃないかなっていうのがね、これもね、よく使ってるんですけど、これが、スラムドッグの180で、去年までね、よく使っていたのがね、これね、
メガドックの、180ですね。メガドック180の、まあ、チャートカラーですよね。そう、ずっとね、その、20センチを超えるようなね、ルアーで、うわ、出た楽しいなんていう感じでやってたんですけど、去年ぐらいからこのね、ちょっとそれよりは小さいサイズっていうのが、すごい反応が良くなってきて、それでよく使っていたのが、このね、メガドック180。180台で言うと、このルアー一択だよなっていう感じだったところに、この、スラムドックモンスター180が出てきたんで、ここら辺のね、浮き角度とかどうなのかなとかね、頭の振り幅どうなのかなとかすごい気になりますけども、まあ、並べてみるとこんな、まあ、ペンシルベイトで棒状なんでそんなに変化はつけづらいとは思うんですけども、ちょっとこっちの方がね、ずんぐりむっくりしてるんで、どちらかっていうとこの、メガドック180は水面から剥離したアクションというかですね、水に絡みつくっていうよりは、こう水を弾くようなぶっ飛ぶね、スケーティングアクションがね、イメージとしてはね、使い心地としてあるんですけども、それに比べてまあこっちのルアーの方がまあその水にまとわりつくような動きが出るようであれば、ここら辺2本持っていってね、使い分けになるなーっていうね。逆にこの230ね、大きい方のオリジナルサイズのメガドックっていうのは水にね、結構絡みつくようなアクションだったんで、メガバスの場合こう、サイズ違いじゃなくて水へのね、食いつき方もだいぶ変えてきたなって印象があったんですね。そこがこのスラムドックモンスター180がどんな感じの動きなのかね。まだね、ちょっとこの白パターンちょっとだけ早いんで、まあ試しにね、ちょいちょい投げてはいるんですけども、もう間もなく来月ぐらいかな。まあ今年の傾向としては、去年もだったんですけども、海の中の状況が1ヶ月遅れぐらいで進行してるなっていう印象があるんですね。夏がまだ続いているというか。ね、だいぶ夜になると涼しい風が吹くようになってきたので、ここから一気に秋が始まっていくのかなと思うんですけども、今はね、シーバスもね、まだね、この白好きっていうよりは、ワンサカいるイワシとかをね、変色していて、若干マイクロベイトパターンというか、小さいルアー入れるとね、よくね、70センチとか60センチとかね、反応してくれるんですけども、自分の行くエリアではまだね、ここら辺のサイズのルアーがね、もうちょっとかなっていう状況なんですよね。ただ、富津岬周辺のもう、なんていうか、メッカのエリアですね。そういうところでは、ビッグペンシル早くもね、炸裂しだしているみたいなので、そういう木更津とか富津とかね、あっちの、まあ、本場、この白パターンエリア、で、ボート乗るよなんていう人はもうこの180サイズね、仕入れて、いつでも持っていけるようにした方がいいんじゃないかなってね。SNS とかでね、見ますけどね。まあ場所はわかんないけど多分まあまあまあ、これは普通エリアだろうみたいなね、超過報告で、でっかいね、ルアーでボッコボコにね、釣れている情報なんかが、上がってきますので、だいぶね、調子は上がってきたのかなってね。もう、それから1ヶ月ぐらいすると自分がやるエリアなんかもね、ガゼン釣れるようになってくるんで、そのタイミングでね、せっかく買ったんで、投入していこうかななんていうふうに思います。で、タックルについての説明なんですけども、一日中こう、アクションさせ続ける釣りなので、自分のね、見解ですよ。自分の使いやすい道具で言うと、ちょっと短めの6フィート前後の竿で、それでリールはもうエクストラハイギアですね。超速いリール一択ですね。結構海の釣りで、で、ボートに乗ってやる釣りとかになるかと思うので、そういう時にすごい速さでね、巻き上げてきて、糸のたるみをね、素早く取ったり、あとは魚がガバーンって出た時にね、こう巻き合わせで最初ね、針をかけに行くんですけども、そういう時にギア比の遅いリールだとですね、なかなかね、バコーンって出てね、最初の初期がかりをさせらんないんですよね。最初のこう、ガバーって出ますよね。そういう時もとにかく巻くんですね。ガーって巻いて、ぐーって重くなってきたらそっから初めて合わせのモーションに入るっていうね。そういう釣りになってくるんですけども、そんな時に、ローギアとか普通のハイギアのリールだとね、ちょっとスピードが足りない時があるので、エクストラハイギアね。
それに、まあ、LINE は P ラインの4号以上入れとけばね、間違いないんじゃないかなと思います。もっと大きいルアーを使うときはね、5号、6号とかね、その、上の番手も使うんですけども、この手の、そうですね、180サイズのペンシルゲームで遊ぶときはですね、3号だとちょっと高切れの可能性出てくるかなっていう感じで、4号のメインラインに60ポンド、70ポンド、80ポンドぐらいのリーダーをつけて、スナップをつけて組んでいけば間違いないんじゃないかなってね。で、力強い釣りなんで、まあ、スナップも、できれば、ね、毎回結び直しでスプリットリングとかね、でやった方が、なんかね、この手の大きくて長いルアーで、変な合わせ入れるとね、たまにスナップってね、開いちゃう時があるんで、ここぞっていうランカーの時にそういうのって起こるんで、まあ、そこは好みとかによるんですけども、自分はもう絶対にランカー取るぞっていう時は、ここに、ちょっと強力なスプリットリングつけて、まあその使う都度ね、結び直すような、そんな使い方をすることが多いかなっていうふうに思います。まあそこら辺はね、お好みでという感じなんですけども、竿に関してはさっき言ったその短めの竿で、まあビッグベイトロッドでちょっと短めの強い竿っていう感じのが、肩とか腕の負担も少なくてやりやすいんじゃないかなって思うので、今ね、いろんなメーカーからいろいろなね、こういう秋のビッグペンシル用のね、竿って出ているので、お好みの竿をね、選んでみたらいいんじゃないかなと思います。で、それとはまた逆にね、長くてビッグベイト投げれるような竿なんかもあると、ちょっと人よりね、一個遠くに入れて、それで、なんか広い範囲でバイトをね、探すなんていう釣りもできるんで、まあそんな時はね、8フィートぐらいの竿まで使ったりするんですけどね。ただもう今日はもうペンシル1日投げ切るぞなんていう時は、そうですね、長くても 6.6 フィートまで、ね、できればまあ 5.9 フィートとか6フィートとか、それぐらいの竿が体への負担も少なくね、楽しい釣りができるんじゃないかななんていうふうに思います。そんなところの、まあ毎年ねやってる釣りなんで、昔の動画とかで探してみたらですね、ビッグペンシルね、メガドックとか、あとはデプスのヒュージペンシルであるとか、ジャカルのなんとかであるとか、まあそういう感じのね、その年に出たね、大きなルアーでシーバスを狙う動画いっぱいね、釣り子 TV に転がっているので、ぜひ見てみてください。で、まあ今触りながらなんですけど、あと特徴としてはですね、ここをちゃんと回るようになってます。はい、回るように、ここが回るんですね。これ重要ですね。この機構がついてるとね、ほんとね、こういう大きいルアーってほんとバレやすいんですよね。これがね、こう鬼がかりしてね、外れづらくなるっていうね。まあ、こういう、そうなんだ、メガドックとかね、こうやってここ回るようについてるんですけども、そこら辺もこのスラムドックにはついているよっていうところで、それが昔にね、設計されたこのアマゾンペンシルとかはですね、ここがね、動かないんですよね。うん。普通の I になっていて動かない。ね。だからここの、まあ、スプリットリングを増やしてとかいろいろね、まあやってみたんですけども、まあ、ちょっとバランスが崩れるとね、途端に自分の好きな水押しの泳ぎしなくなるんで、自分は結構この針とかスプリットリング周りはもうこれはこれっていう感じで決めてるんで、で、ここら辺のスラムドックに関してはね、まあ、ここもね、使いながらね、ちょっとね、調整していこうかなってね、これのオリジナルサイズのスラムドックを使っていた時はね、ここの針使わないで、ここを使わないようにして、前と後ろを大きめの針にしてスプリットリング増やしてとかね、まあ使ってるうちに現場でね、いろいろちょっとそういう調整が入ったりもね、してくるような感じなんで、お好みでっていう感じですけど、まずはね、この吊るしの状態でね、使ってみて、で、そこから、横へのね、飛び方とかですね、水へのまとわりつき方とか、音の出方とか、そこら辺を吟味しながら調整して使っていきたいと思います。というわけでね、まあ思わずね、こんなちょっと180出たのかよ、しかも限定かよなんてね、びっくりしたんでね、思わず
まあ自分がバイトしてしまったんですけども、こんな使い方とかね、こんな針具合良かったよなんかありましたらね、ぜひねコメント欄にお願いします。またこれの実況動画の方もね、もう秋シーズンなんで今月来月中にはねバンバンね上げられるかと思いますので、チャンネル登録、あとねベルマークね、クリックしといてくれるとね通知も来ますので、よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、本日の釣り子 TV はこちら、キャスティング限定で今かのですね、スラムドッグモンスター SW180 が登場していたよ、買ってきて、開封してみたよ、他のルアーとね並べてみたよって、こういった動画になりました。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。